はい、それではここからは実数の連分数展開の話をしたいと思います。テキストは少し飛ぶんですけれども、4.13 節ですね、74ページから始まっておりますので、必要な方はそちらも見ながら進めてください。まずここではその連分数っていうのを扱うんですが、これまで例えば数学類の授業で連分数を扱った機会ってありましたでしょうか。個人的には僕が学生の時には大学3年の段階で連分数が出てきた機会っていうのはあんまりなかったような気がするんですけれども、まあ先生によってはですね、授業の中のある何かの題材として連分数を扱った、授業もあったかもしれません。とりあえず皆さん連分数というに初めて触れるという前提で、説明をしていきたいと思います。まず R をユークリッド正規としまして、K を R の小体とします。まあ、代表的な例としましては、この R は整数間で、K は有理数体というような世界を考えてもらえればよろしいかと思います。で、そこでですね、この K の弦 R1 分の R0 という弦に対して、これから行う次の計算によるその分数の列というのを考えます。一応小体ですので、まあ、分数という表現が定義されていると思って進めるわけですね。まあ有理数体を想像してもらえれば一番早いかと思います。で、その分数なんですけれども、まず、R1 分の R0 っていうのを計算する際に、これ R の0を R1 で割って、で、小を9が91で、乗与が R2 であるならば、これっていうのはその分数としては Q1×R1 分の R2 というふうに表されるはずです。で、次のステップではこの分数で表された R1 分の R2 の逆数を取って、でこれを分母とするような分数で表します。すなわち R1 分の R2 っていうのは R2 分の R1 分の1というような形で表すわけですね。で、こうしますと、その割り算の結果ですね、ユークリッド正規の割り算の結果から、R2 は R1 より小さかったはずですから、そうするとこれ逆にすると、R2 分の R1 っていうと、今度、これは R1 の方が大きいわけですね。そうすると、今度 R1 を R2 で割る割り算がこうできるわけです。で、R1 を R2 で割って、小が Q2 で、乗与が R3 っていうことになりますと、この R2 分の R1 っていう分数をこれ Q2 プラス R2 分の R3 というふうに表すことができます。で、さらにこの R2 分の R3 をですね、やはりその逆数を取ってですね、この1を分子とするような分数で表すと、この分母に来る R3 分の R2 っていうのがまた割り算ができて、Q3 プラス R3 分の R4 という形で表せるようになります。で、こうして、まあ、何段階か計算していきまして、こう分数がですね、どんどん分母の方に入れ子になってきたような数の表現を得ることができます。最終的にはとこれ Qk プラス Rk 分の Rk プラス1というところまで計算をしたことにします。で、毎回ですね、そのこのような形で分数をたくさん書くのは大変ですので、この分数をですね、このように逆記します。つまり、その整数というか、この小として出てきた Q1、Q2、Q3 をどん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 並べていって、最後の分数は Rk 分の Rk プラス1になりましたよという形で、このような形で出てきた数を並べて、この大括弧でくくったものという形で、この分数を表すことにします。で、これがですね、その連分数と呼ばれるものでして、で、この形ですね、この連分数をこの Q1 から Qk と Rk 分の Rk プラス1で表したものを、この R0 分の R1 の連分数展開と言います。で、さらに、この連分数展開には正則な連分数展開というのが定義されております。で、正則、この連分数展開が正則であるための、あるときには何が成り立っているかというと、その条件ですけれども、1つ目は分子が R の K プラス1を除いて全て1であること。それから2つ目は Q1 ですね。Q1、まあ、最初のこの Q1 ですね。今これは整数で考えると Q1 が整数であること。
整数であること、それから Q2 から QK が全部正の整数であることという条件がついています。あと、あとはですね、いくつかその連分数の性質を示してから、今我々が扱っているユークリッドの誤助法との関係について述べますけれども、まずその一つ目の性質として、この R の K プラス1がもし0になったならば、その連分数っていうのは Q1 から QK を並べた形で展開されると。すなわち、R の K プラス1ですね。だから R の K プラス1が0っていうことは、この部分ですね。この最後の分数の分がもし0になれば、最終的にこの Q1 から QK 分の1という形の連分数で表すことができます。さらに、あとはですね、Q1 だけからなる連分数展開っていうのは、これは Q1 自体、Q1 は整数と思って、Q1 自体のことをこのように書くこともあります。それからと、いろいろですね、連分数に関する性質を示すのによく用いられるのがこちらの、公式でして、Q1 から QK を並べて展開、得られる連分数展開っていうのは、その Q1 プラスこの Q2 から QK を並べて得られる連分数展開の逆数に等しいという性質もあります。というわけで、先ほどもちょっと見ましたけれども、この今示しました連分数展開というのは、実はユークリッドの誤助法によって求められるという特徴があります。ですので、この R の i マイナス1を R の i で割ってですね、で小を Qi、それから乗用 R の i プラス1として、こう表す、で、Qi を順番に求めていくという、ユークリッドの誤助法によって求まる、ということが、分かりますので、ちょっとそれをもう一回詳しく見ていき、例題で見ていきたいと思います。で、例題としまして、例の 4.89 というのはテキストにあるんですけれども、これは35分の126の連分数展開です。で、この場合には、その126と35に対して、ユークリッドの誤助法を適用させることで、その連分数展開を求めていくということになります。手順をもう最初から追っていきますと、まず、35分の126をですね、基本的にはその、整数とそれから1未満の有理数の和で表すわけですね。ですので、126を35で割った乗用が21ですので、35分の126は3プラス35分の21となります。で、その時、この分数の部分をその1を分母にする形で表すわけで、そうしますと、この分母に来る数というのが21分の35と1より大きくなりますので、今度はここに対して割り算を行うわけですね。で、35を21で割ると。そうすると、これ、小が1で余りが14ですから、これは1プラス21分の14と表されて、で、これをまた21分の14のところを逆数を取って、1を分母と、分子とするような分数で表すわけです。で、21を14で割ると、小が1で余りが 7ですので、14分の21を1プラス14分の7。で、と表して、また、この14分の7のところを逆数を取ると。そうすると14分の、14割7は、小が2で余りが0ですので、ここでその連分数展開が終了するということになります。で、以上を求めますと、この35分の126の連分数展開はですね、こういう形になって最終的に3112という形の展開になるという結果が得られます。はい、ここまでまずよろしいでしょうか。